ガキだよねあなたってなんかねあなたの言ってる文言って何なんですか <laughs> 全然理解できないんだけどもこんにちはデモクラシータイムス新しい企画を立てました今日から始まりますコールフォートデモクラシータイムスのコラボで裁判から見える日本の現実。 というのを続きものでお届けしたいと思います。えー、今日第1回なんですけれども、おーコール l f o って皆さんご存知ですかあの結構皆さんが新聞で見るう大きな裁判が目を引くような判決というのに関わっている団体です。えー、っと今日はそのコールフォーから共同代表の丸山織江さんと、それからあ家田大介さんにいらしていただいてますので、まずお二人から コールフォーって何っていうのを短くご説明ください。えー、皆さんはじめまして、コールフォーの丸山と申します。えー、今ご紹介がありました通り、えー、コールフォーは日本で初めての公共訴訟の支援に特化したウェブプラットフォームです。じゃあ公共訴訟っていうのが何かっていうのを少しあのご説明しますと、えー、ここにあります通り身の回りで起きているおかしなことをなくすために行われている裁判のことを言います。 えー、皆さんの社会課題に対して私たちがこうできるアクションとして、まあ、選挙に行くとかロビングをするとか署名をするとかいろいろなアクションがあると思いますけれども国や自治体が必ずしも動くとは限りません 公共訴訟の場合はたとえこうたった一人だったり少数者の声だったとしてもそれが憲法や法律に反していれば司法の力を持って国や自治体に変えることを命じられるというところが大きな特徴になっています。 で、コール4はその公共訴訟を支援する Web プラットフォームで、あの、なかなかその公共訴訟というものがどういうもので、いつ起きていて、どんな中身なのかっていうのは、なかなかこう一般の方には知ら,知られていないと思うので、コール4が間に立って原告や弁護団が起こした訴訟を情報発信し、 まあ、そこを応援したいっていう市民の方がコールフォーを通じて、あのクラウドファンディング等で。こう応援する寄付するというところで、まあ、市民と原告を結びつけるというプラットフォームが。うん、コールフォーになってます。結構。ここのところね、取り上げられている、はいはい、まあ、日本の社会をと、通うというか、変えるっていうか。はい、そういう判決も得てるんですよね。井桁さん、ちょっと説明していただけますか。あの、私は副代表の井桁と言います。あの、今、コールフォー、大体50%、うん 事件庁のいいいろいろ載っていますでその中にはここに今載せていただいているようにいわゆる同性婚訴訟ですね高裁、えー、判決なんかも出て非常に盛り上がっている訴訟これコーール4を設立ししたた最初の掲載ケースだったりしますであとはこのウィシマさんの名古屋入管死亡事件といった非常に痛ましい事件ですけれどもこれについても掲載をしてます。でさらには今日今ちょっと話題になる人質司法に関していうと、うん、大河原事件なんかも載せています。 あとはここに今載ってられるのがこれまで最高裁判決が出たものだけをとりあえず今回抜粋してきたんですけどもでもすごいですよね、はい、最高裁で判決がただ出るだけじゃなくてそれも訴えてる人の権利が認められる 要求が認められるってそんななにあることじゃないですもん、ね、そうです。なんか、うん、コール4に乗ったから勝ったのか、勝った事件が偶然コール4に乗ってるのか、<laughs> ちょっと因果関係か <laughs> 相関関係が難しいんですけども、うんまあ、いずれにせよでもそういった重要な訴訟について、うん、こういった形でウェブ掲載をして、うん、皆さんにその実態広く知っていただくような活動をしてます,、ねで,すね、で、これから実際にルールまで変わったっていう訴訟にな,りまそうなんですよね。 いやあのちょっと訴訟に関わったりこういう社会運動に関わったりしている方ってもしかするとどうせ通らないやと、うん、どうせこう形の上では憲法上の権利なんて要求してもそんなものを見向きもされないんじゃないかと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが本当に社会が変わることがあると,と例えばつい最近だとこの「逆転勝訴」ですけれどもね「宮本から君へ」っていうのをよく覚えてらっしゃると思うんですが。 こういうい背景にはその時の社会の体制とか雰囲気とかっていうものと対立するような格好の訴訟なんだけれども憲法上の権利はやっぱり認められたっていうこういう立派な判決でしかも若い人たちが中心ででやってるそうですねコールフォー自体もお今はあのメインのメンバーは3四4 0代ですし、うん、あとはもう学生の方々もかなり。 あの参加していただいて平均年齢で言うと多分20代なんじゃないかなと思います。で、やっぱりその活動の何て言いますか中身を 共感して参加あの、乗せたいと言ってくださる、その事件ですね。うん、訴訟に関しても、まあ、比較的、こう、なんていうんでしょう、こう、若いというか、うん、あの、新しい、こう、時代を先取りしている事件であるとか、本当に、こう、社会の中で、今までちょっと埋もれてたけれども、これはやっぱおかしいんじゃないかっていう訴訟なんかも積極的に載せてまして、うん、あの、ぜひ、いろいろなケース見ていただくと、あ、こんなケースも載ってるんだと、面白がっていただけるかなと。60件ぐらい。 というのでそれはあのホームページを見ていただくとケース紹介も非常にこうヒストリーになっていたりして面白いですのでぜひご覧いただきたいと思います。で今日は華々しく第1回目ということで、えー、何をやるかといいますと皆さんあの言葉としてはよくご存知でしょうけれど人質司法というものを取り上げてみたいと思います。 えー、どんなイメージ持たれますかね、人質司法っていうと。今日は、なんと、その、人質司法にとらわれてしまった。ご本人と、それから、弁護人、をお呼びして、詳しく、お話を伺いたいと思います。えー、まず、えー、宮村啓太さん。はい、弁護士の宮村です。よろしくお願いします。それから、ご本人の、江口大和さん。原告の江口大和です。よろしくお願いします。これ、宮村さん。 どういう訴訟で何が問題になってるんですか。はい。あの私は江口大和さんの弁護人を務めたんですけれども。うん、江口さんは平成三十年の十月に当時弁護士で、あのいらっしゃったんですけれども。横浜町検察署の特別刑事部に。犯人隠避強唆っていう非事で逮捕されてしまったんですね。うん、この犯人隠避強唆っていうのはどういう事件かっていうと。当時江口さんが弁護士として相談を受けた事案で。 その相談をしてきた方に嘘の話をするようにっていうそそのかしをしたかどうかが争われた事件です。うん、江口さんはそんなことはしてないと無実を訴えたんですけれども、うん、逮捕されてしまいましたでその後逮捕されたあ江口さんは22日間にわたって56時間取目調権を行使したのに取り調べをやめられなくて、うん、56時間の取り調べを強いられました、うん、でそれが本当に憲法が保障している目標権と両立している 捜査と言えるのかということについて今回国売訴訟を起こして裁判所に通っていると、うん、こういう訴訟です。なるほどね、この訴訟の概要もコールフォン載ってますので、はい、<非>ぜひ聞いていただければ。詳しくやってるとそれだけで終わってしまいます。えうしさんだけど弁護士だったわけでしょ。はい、でその、えー、依頼者である被疑者とか被告人にこうアドバイスし、その弁護をする立場だったわけだけれども、それが一転して自分が 調べられる立場になった時っていうのは、どういうふうに思われました?。予想はしていたんですけど、その予想以上に孤独で、うん、しかも。こう。精神的に追い込まれやすい。うん、そういう立場なんだということに気づきました。うん、うこう。皆さん、こう、最近はね、冤罪でいろんな事件が起こっています。例えば、えっと、大河原化工機。なんていうのは。最後は。 どんでん返しになりましたよねご存知の通り起訴、えー、自体が取り消しになって、えー、もうおあれはし間違ってたんだっていうことに今なってるわけですがあそこに至るまであの大河原加工機の社長さんと役員の方たちっていうのは身柄をずっと拘束されてで、えー、取り調べもずっと行われていたしなんだか理由がよくわからないまま解放されないでお一人はあのお病気になられて。 一応交流は停止されて出してもらったんだけれどももう手遅れで亡くなってしまうとああいうような格好になるとかそういうことになってるわけだけどどうですかねあの江口さんの事件の場合には江口さんはあの自白をするとかしないとかではなくその前の,この自分はもう一切しゃべりませんということを宣言しているのにずっと身柄の拘束がされてきたと。 いうことになるんですよねうん。私は逮捕されたらもう検察の独自捜査事件だったので起訴は間違いないだろうと思っていました、うん、なのでこの事件の戦い方として逮捕されたら起訴されることを見据えて最初から目標してで、うん、自分の主張は証拠関係等が開示された後で後半定でしようと思っていました、うんうん、なので逮捕された直後から私はやっていません、うん ここれ以上のことは話しません、うん、と言って逮捕されて翌日にも取り調べの冒頭で「私はこれから黙秘に入ります」と言いましたそれでも取り調べはやめられなくて、うん、56時間続けられました、うん、まずそのことに予想はしていたしこう職業柄知ってはいたんですけど驚きましたし、うん、とてもこう苦しかったです、うんうん、一番苦しいとこはどこですか 逮捕されて10日目ぐらいがたってこう、うん、交流が延長されるかかかどううという時期が一番苦しかったです交流延長されたらまた家族のもとに戻れないし、うん、仕事のことも心配ですし、うん、体の疲れも心の疲れもたまってきていました、うん、そしてまた取り調べでもそこを狙ったかのように家庭のことが心配じゃないのかと、うん、あなたは黙秘なんてしていると半年や1年の交流じゃ済まないぞと。うん、それは 仕事をする人としてもそれから夫としても父親としても無責任じゃないか、うん、というふうに取り調べで言われました、うん、これがまた言われてみるとやっぱりこうグッとこう心にダメージとして響いてくるんですね、うん、なるほどねあのおさらいですけどもね、えー、っとこう身柄を拘束されるってよく言われるわけです宮村さんこれあの普通の人はなかなかよく分かってないですよね。こう 普通だとまず任意でちょっと話を聞きたいというふうに言われてい、えー、きますそれで、えー、やっていませんとか私は一切答えたくないですとかっていうふうに言っているとある日突然こう今日は帰りますっていうと今日は帰れませんと言われてなぜかというと逮捕状が出ていますっていう話になりますこの後ってどういうふうに進むんですか、はい、まず皆さんんちょっとと誤解なきようにと思うに思ですが、うん この逮捕することを決めるのは誰かっていうと、実は皆さん警察ってイメージかもしれないけど、<う>裁判官なんですよね。うん、裁判官が逮捕を許すかどうか決めて、うん、そしてその後、逮捕した後10日間、場合によっては延長されて20日間、延長して交流するかどうか決めるのも裁判官です。そして起訴された後、まあ、保釈の請求をしてそれを許すかどうか。 っていうのを判断するのも裁判官なんですね、うん、なので実は被疑者被告人の身体を拘束しているのは誰かというと裁判官なんですで、今回さっき江口さんが交流期間が延長されてすごく辛かったというふうにおっしゃいました交流の期間を延長することを決めたのも裁判官その時に被疑者である江口さんが目秘しているのに取り調べをする必要があるからさらに延長するというふうな判断したのも裁判官なんですね、うん、でも、江口さんの場合はね あのもう私は喋りませんという宣言をしているわけですからその取り調べといっても検察の方がいくら聞いても喋りませんって言って終わってしまいますよね。それなのにそういうことは通用しないいいいんでですすかじゃあもうういいうふうに検察の方は言わないんですか そこが、まあ、ここががの裁判でで私たたちが問いたいところなんですね、うん、それを皆さんひあのコールフォーのページから実際の取り調べ映像をご覧いただけるようにリンクを貼ってますので、うん、見ていただきたいとも思うんですね。うん、あの黙秘している人に対して延々と説得と称して取り調べとも言えないような罵詈雑言を浴びせ続けるということが往々にしてこの国では行われてると,いうことです。じゃちょっとねそのこれをちょっと見ていただきましょうかね。 ガキだよねあなたってなんか、ね、子供なんだよね子供が大きくなっちゃったみたいなねあなたの言ってる目利き券って何なんですか全然理解できないんだけどもだから全然通用してないんですよあなた方の主張っていうのはおそらくあの目利き券のところは宮村先生っていうよりあなただよねあの稚拙な主張なんだこれって 多分あなたでしょあの時間でこんなに取り調べを受けてます。午後もこれから続きます。もうしゃべらないので、ね、これ以上の取り調べ続けるのはもう危険侵害です、みたいな。何を言ってんだ全然理屈になってねえじゃねえかって。弁護士全体の品位をね、落としめるようなことになってしまったと。そういうふうに泣きながら言うしかねえんだよ。どうやったらこんな弁護士が出来上がるんだ。 そういえば、弁護教科聞いてなかったな、軽弁教強誰、軽弁教強聞きに行こうかな、どういう教育してるんだって、なんでこんなことになってんだっ,つって、そうだっ、ね、て調べて分かるから、ちょっとやるか、本当に立ってもらうか、子供みたいなんですよね、あなた見てると、社会性はやっぱりちょっと欠けてんだよね、なんか、誰がそんなあなたのことを信用するんだ、今後、そんな態度で。 なんかこれあの全部バージョンもありますので、えー、ぜひご覧いただきたいんだけどなんかすごく嫌な感じね、うん、こういうものなんですか宮村さんまあこれは本当にひどいケースの一つだと思いますけれども、うん、ただじゃこれがすごく特殊かとそんなことないんですあの素直に捜査機関の見立てに沿った自白をしている被疑者にはこういうふうな態度を取らないんですよ。 なるほど否認してたりあるいは黙秘してる人に対しては精神的に圧迫して望み通りの供述をさせるためにこういう態度を取ってくるだから人質なんですねうんで警察官が言ってどんなことを言ったかっていうのはあのフルバージョンぜひ見ていただくと「まあ、へえ」みたいに思いますけれども文字にされているのもここにこんなことがありますが江口さんこれ事件と全然関係ないことですよねほとんどが。 大半は関係ないことがほとんどでした、うん、もう検察官も途中からというか数日たった時点から言うことがネタ切れになったみたいで、うん、こう事件と関係のない私のプライベートな話事件と関係のない私の弁護活動をしていた時の話と、うん、か検察官のこれまでのライフストーリーを語り出したりして時間をこう長時間密室でこう話しかけられ続けました。うん、これ 私はそのフルバージョンのものも見せていただきましたけどもなんかすごくいやらしい感じですよね人間のこの心の柔らかいところに手を突っ込むっていうかまさにそこを狙って、えー、ダメージを与えていく例えば、えー、っとプライドを傷つけるようなお,お前は弁護士として最低だじゃないですけどガキみたいなものだとかそういうようなことを言ってみたりさらにその 弁護人としてついている宮村さんたちと江口さんをこう引き剥がそうとするような言い方もしているんですよね。これ宮村さんどうでした？いや当時こんなことが言われているとは知らなかったんですよね。うん、で起訴された後にこの録音録画が開示されて見てみてで自分が申し立てたその不服申し立ての書面を検察官がその私の依頼者である江口さんに対して。 ここんなななバカな主張をししててみたいいとを言ってるっるうのは、うん、本当にびっくりしましたねそうですよね、えー、要するにねあの宮村さんはたくさん刑事事件なさって多分皆さんご存知のもたくさんやってると思うんですけれどもそういう意味で、まあ、宮村さんはこんな事件に引っかかったために評価が落ちてしまって困ってるんじゃないか。で裁判所に出した文章の出来が悪いと。の出来が悪いとこは あの江口さんが書いたんじゃないかとで宮村さんもみんな迷惑してるというようなことを言ったりしてるんですよねあれ私が書いたんですよね <laughs> であんな風に言われてもあんな出来が悪いのお前が考えたんでしょうっていう風うにまあ言われてるわけですからまあ私と江口さんはたまたまですね前から人的関係あったんですけど普通は逮捕された時点でご依頼いただいて弁護士弁護になるわけですね。それれであんな風にに検察官に言われたら お信頼関係にものすごいダメージだと思うんですよねなるほど江口さんのどうですかそういうふうに言われてくると言われてくるとこう私のケースの場合はちょっと特殊でもともと弁護人の先生たちを信頼していたんですよね、うん、なのでこう弁護人の先生たちへの信頼が揺らぐことは、うん、ほとんどなかったんです、うん、ただ逆に検察官もそこは分かっていたのか、うん、弁護人はお前のことを疑っているぞ、うん、弁護人は お前が弁護人たちに本当のことを話してないってことに気づいているぞと。うん、それだとやっぱり後々迷惑になるぞということを言ってきたんです、うん、こう言われて弁護人から疑われてるてことがあるのかなという疑念が心の中に生じてしまったんです、うん、それはもちろん否定しようとしたんですけどふっとこう檻に触れて蘇ってきて例えば、うん、石鹸の時にですね石鹸をしている時に 弁護人の先生にこれ言うと,としてまた疑いを招いちゃうかなとか、うん、こ,れこれ不利なことなのかなでもこれ言うと疑われちゃうかな、うん、信用を失っちゃうかな、うん、ということが気になってしまって、うん、石鹸室でこう自由闊達にものを言うってことができなくなってしまったんです。うん 宮村さん、そういう雰囲気の違いは感じられました。いや、もうちょっと申し訳ないんですけど、当時そこまで気づけなくて、うんうん、あのこんな取り調べを受けて、そしてそういうふうにあの不安に苛まれたってことを十分にあの把握できなかったっていうのは反省しています、うん。なるほど。いや、でも他の事件でもさいあの皆さんご存知のようにあの刑刑事訴訟法は改定された。録画録音というものをするようになったという大きな 変化があったわけですそれで先ほど出たようなああいう動画はそれがあったがために検察官がどんな調べをしているかが分かったっていうことなんですがまあ昔から言われていたけどそんなにことしてんのという一末こう疑念が私もあったんですがこう次々似たような取り調べをしかも録音録画していることを知っているまま 検察官がやってるっていうことで中身もさることながら驚きなんですがそこをぜひですね <laughs> 皆さん考えてもらいたいんですけど、うん、まず検察官は録音録画を自分でしていることを当然把握して江口さんに対して「あのお子ちゃま」とか「ガキ、うん」とか「お前は弁護士としてもう無能だ」とかっていうふうに言ってるから,とで見られてていいと思ってるそ,、ね、でそして皆さんあの今画面でも紹介いただけますけどあの。 えー、国のこの国売訴訟での主張を見ていただきたいんですけれども、うん、この国売訴訟でもですね、ちょっとやりすぎちゃいましたとは言わないんですよ。うん、これは適法な取り調べだったって主張してるんですね。なるほど。で、倫理観の欠如した弁護士に対して、倫理観を投与する、投与して反省を促すために、まあ、適法な取り調べだったと言ってるわけです。無実訴えてる人みたいですよ。なのでこれは 私たちはですねもうこのコールフォーのプラットフォームを使って皆さんにこの映像を見てもらって、うん、でどうか皆さんにも考えてもらいたいと。 思ったんです、ねうん、まあそれはそのコールフォ、うんえーにこの事件について掲載した動機でもあるし、うんまあ、今日もぜひですねこれをご覧いただいた皆さんに映像を見ていただいてその後この国の主張を見ていただいてどう思います <laughs> っていうことをぜひちょっと考えてもらいたいと思いますそうですねだから国の方はあの今国媒訴訟でこんな取り調べあの目的権を侵害するような取り調べをしてということで訴訟を起こしていてこれはまあ一つの証拠なわけですけれどもあの録音録画がありますから 国の方も言ったことは否定してないわけです。で、趣旨を否定、趣旨をそうではそういう趣旨ではないということを一生懸命言っていて、まあ大筋で言うとこれはまああの自白を促す、供述を促す説得だって言ってるわけですよ。そうです。反省を促して真実を供述するように促すと <laughs> そういう趣旨だと言ってます。で、皆さんも捕まるとこうなる可能性は極めて高い。 ええ、これは特集じゃないです。あの、つい最近、井桁さん、ほら、大阪の方の。プレザ、プレサンズの事件っていうのが問題になってますね。すねあの、学校法人の理事長がお金を。 お金を18億円でしたっけ、えー、借り入れをしていてで学校法人のその土地を売却してしまってそのお金を返したっていうことがあるんですがその横領その理事長自体が横領に問われてその18億円を誰が提供したのかということが問題となり当時もう上場会社だったプレッサンスっていう不動産屋さんがお金を出してたんですがそこの、まあ、トップが捕まってしまった。 でそれは横領を知ってただろうということで捕まってしまったんですがこれはこの人ではなくてこの人の部下の人の取り調べの際にそのいろんな机を叩くような古典的なこともあったんですけれども同じようにこう自尊心を削いでいくようないろんな調べをしていたっていうのが表に今出てますよね。あれれも、まあ、発想ととしてはは同同じじですすねもう本当にお同じだと思いま実はこれ結構 なんか当然のように今見れてますけども、うん、この。 まずこの取り調べ動画というものを公に公開したのは、実はこの江口さんの事件がおそらく初めてだと思いますし、すえ,しえっと民事事件でその取り調べ動画をまずそもそも法廷で今回上映できたというのは、実はこのえぐ事件が多分初めてなんですで、ね、うんうん、裁判官って今までなのでその警察や検察の取り調べの違法を争う訴訟って今までたくさんあったんですけども、うんね、全部紙の上でとか証言だけで判断してたんですけど、<ー>今回初めてその実 実際の録画を見て音も聞いて裁判官が判断するというかなり重要な実は事件なんですね。うん、で、それ判決はあの二週間後ぐらいにあるんですけども、うん、で、それ に引き続いて今回大阪でもこのレただちょっとこれはややイレギュラーな形で世に出てきてるんですけども、ねうん、まあ少なくとも出てきたと。で、こういった形で、まあ、ようやく少しずつ出てきてるのが、うん、あの、取締調実態が明らかになってきて、やっぱりこれはひどいんじゃないか、人質違法というものの本質がここに隠されてるんじゃないかというのが、うん、今ようやくこう議論の素状になってきたという状況なんですけど、うん、本当はこんな実態がもう70年間続いてたわけで、うん そうですね、ようやく明らかになってる時点で本当はおかししいいなという気はします、ねうん、あと全然その検察官もおかしいと思わずにやってるってところもすごく衝撃なんですがなんか意図してこっそりとにかく自白を取るために行ってそういうんでもないっていう。 こ,こ,がね、これも東京と大阪で、まあうん、ほんと全然違う事件なのに、うん、もう本当にもうハンを押したように似たようなひどい取り調べをしてるとほんな、うん、当然全国で行われてるわけですしかもこれは録画されててもこ,れの,この状況なわけですから、うん、これ録画されてない事件だともうこれを超えるような取り調べが行われてるというのは普通に考えれば推測できるんじゃないかなというふうに気がしますね。結局それはは集約としては供述 うんとストーリーに沿った供述をしろってこういうところにこう向かっていってるっていうことになるわけですよね。いやな宮村さんはまた,たくさん見てらっしゃるのこういう取り調べの録画とか。そうです黙秘している依頼者そして否認している依頼者に対して延々と取り調べが行われると、うん、その自白している依頼者に対する取り調べと黙秘、うん、している依頼者に対する取り調べの態度が全然違うわけですね。官 やっぱり意に沿う供述をするまでは永遠とこういう人格非難などを交えた取り調べと称したバリ憎恨をみせるということで行われると。うん、そうするともう認めてしまいたいという気持ちが芽生えてしまう。うん、そして認めると保釈も早く許される。うん、だからこれまさに全体として人質をなしているわけですよね。とそうですよね。でこうまあいろんな事件があって自分は関係ないと思っていらっしゃるかもしれないけど例えば電車の痴漢 うん、みたいな事件でもあれやりましたって認めてしまったらその日の夕方出してもらったりできるわけですけれどもやってませんと言ったら最後延々とこう身柄の拘束が続くっていうようなことが行われていて、まあ、確かに確かにとんでもない国かなという気もします。こここれれ日日本本だだけででですすすかがが独特ななんんと思いままそうず取り調べ目的であの 法律にはは取り調べ目的で身体拘束するとは書いてないですよ。うん、書いいてないですけれどももう私たち弁護士から見るともうそれは取り調べ目的で逮捕しているとしか思えない、うん、そういう事案が多々あります、うん、そして今回江口さんまさに言われてるみたいに、うん、取り調べをするために勾留期間が延長されるこういうことが行われてるわけです、うん、これはもう日本でも本当に異例なあのあう刑事手続きのあり方だと思いますこれ一けあの 去年ですね、2023年の8月に、実はイギリスで面白いまあ判決というか決定がありまして、でこれはその日本で犯罪を犯したとされている人がイギリスにまあ逃げたというか、イギリスに渡った。で、その人に対して、引き渡せと日本政府が、イギリス政府に訴えた裁判があったんですよ。でそこで裁判官は、日本はひどい刑事手続きだから、引き渡せないっていう決定を出したんです、実は。 それを運用として、つまり、もうこれは日本のこと、日本に引き渡しちゃうと、その、自分たちが準拠している条約とか、自分たちの法律に反する事態を招いてしまうから、引き渡せないっていう決定が出されてるんですよね。ね自国民保護です。で、その判決、決定でもですね、例えば、似たような事件で過去にアメリカの事例とかインドの事例の時はあった、その時は引き渡した。 でも日本はその2つよりも信頼が置けないから引き渡さないっていう話になっていてあ、まあ、やっぱりかなり特殊な世界的に見て得意な、まあ、じ実務運行がなされているということはうまあこういう他国のし刑事司法の判断からも見て取れるんじゃないかなと思います、ね、なアメリカなんかだって水原一平さんにしてもさ、うん、トランプさんにしてもさ、うん、なんかすぐ出てきちゃいますよね。うん、なんどどううなんんでですすかかこ,こ,こが違うんですか 一応日本の刑事訴訟法って戦後はアメリカ英米法を導入したことになってるんだけどこれはもう宮村さんが専門なのでお話しいただいた方がいいですけど単純に憲法の条文と刑事訴訟法の条文そのものはアメリカ型なので、うん、実は原則起訴されて保釈請求があったら原則保釈というふうに ルールとして定められてますし、うん、その目否権というのもしっかり憲法上の権利として書かれてるわけですですがそれが運用としてなぜかどんどんねじ曲がっていってしまってるというのが実態なんだと思います,、うん、す今言う通りだと思います <laughs> そこにつきますなので身体拘束制度の運用のあり方それから目否権と取り調べのもう運用のあり方、うん、もうこの二つがこう密接に絡まって本来あるべきじゃない刑事手続きになっちゃってる、うん、それが人質なんですねなるほどねそうかで あのここまで、えー、話を聞いてきてあれと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんあの江口さんの場合は自白を強要されているんじゃなくその前提となっている黙秘権私はも黙秘しますと言っているものに対して一言でもいいからしゃべろというために説得しているということになっています。でこのの権というものを 映画でもドラマでも出てきますから、あのよくご存知だと思うんですけれども、どんなふうに皆さん考えていらっしゃいますか。例えば捕まった人がですね、目、え、視、ー、しますといきなり言ったとすると、なアリバイとかいろいろ言えることがあるんなら、説明して早く出てきたらいいじゃないかって、こういうふうに思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですけど、こそうならないんですね。うん。まあ私たち私は刑事事件を中心に扱っている弁護士なんですけれども、うん、やはり、 身体拘束された直後の依頼者には目的権の行使を助言することが多いです、うん、で、それなぜかというと、うん、まず捜査機関はもう証拠を集めて、うん、で、えー、いろんな人の話を聞いて、うん、情報を持った上で被疑者と会いたりします、うん、ただ被疑者は何の情報もないしかも身体を拘束されて混乱して動揺している、うん、そんな状態で供述したことがそれは記憶に忠実かどうかわからないし それが記憶が正しいかどうかもわからない。うん、そんな状態で供述って非常に危険なことですよね。うん、だから黙秘権の行使っていうのは、身体を拘束されている。まあ、されてない方でも同じですね。うん、その権疑を受けて捜査機関と相対しなきゃいけない方にとって。まあ、唯一のディフェンス方法と言っていいというふうに思います、ねうん。江口さん、はやっぱり黙秘権って大事だというふうに思いました。戦う、特にこう起訴されることが私の場合はかなりこう高確率で見えていたので、うん、後半でしっかりした。うん 主張をするために黙秘は大事だと思いました、うん、ただ本当だったらこう黙秘をしたら取り調べが終わる、うん、そういう実務が行われていたら黙秘権ってありがたいものだなと、うん、きちんと自分の権利を主張するために黙秘を主張したら取り調べが終わるなんてありがたいことだなと実感できたかもしれないんですが、うん、そうはならなかった。うん、なののでこう多分まだ私は黙秘権のありがたさを、うん 実感ははでできていいないと思うんです、うん、一応目秘権とというのは憲法にもちゃんと規定がありますこれでも世間一般で言うと例えばあの殺人でね疑いをかけられて逮捕されました「いや私にはアリバイがあるんです」って言うんだったらもう黙秘しますではなく「いや私はその時そこにいなかったんです」っていうふうにさっぱり言った方がいいんじゃないの本本当当だったら本当に やってないって言うんだったら言うんじゃないのでこういうふうに思われがちですが宮村さんの目から見るとどうですか。まああのそう単純ではないですよね。<laughs> あのアリバイがありますって言ったらじゃあわかりました釈放しますってならないんですよね。ならないんですよこれが結局そうすると裁判で検察官が自分の目から見て有利だと思ってきた証拠で有罪を立証しようとしてくるで裁判でちゃんと無罪を、えー、勝ち取らなければいけないそういうことを視野に入れるとその逮捕直後から。 アリバイがありますっていうことに何のメリットがあるんだろうと。そう。やっぱ裁判も視野に入れてちゃんとディフェンスを考えなければいけない。そうするとやっぱり最初目撃の証拠っていうことをきちっとあの最初からするっていうことが大事になってきます、うんうん。そうですね。でもこれは多くのその刑事事件、刑事裁判なんていうことと無縁に来た方がいきなり捕まったときって、むしろ積極的に自分の潔白なり自分の言い分を言いたいっていう気持ちにななる人が。 多いいように私の経験では思っていて、えー、そうするとですね、あっちも例えば、えっ、ー、と、何月何日の午前4時半頃、どこどこで何々何何したっていうことで捕まってるはずなのに、あの、そこの間はアリバイがありますと、ここにいました、店にいました、ここに映ってますとかっていうと、その期間がすっごい長くなるんですね。午前4時からとかって言ってたのが、あっと、夜中の0時から。 9時までの間とかってなってアリバイが立たなくなってしまったという,うケースもありましたね。 うん、あと例えば先ほどそのコールフォーに載ってる岡原事件とかでも、うん、全部無視されるもしくはそれと反対する専門家の意見を持ってきてほらこの人はそう言ってるぞということでぶつけられたりするだけで、うん、結局その言い分を潰すためにむしろ先回りされるだけになっちゃうんですよね、うん、何を言ってもそれも、うん、あなるほどじゃあ裏付け捜査しアリバイについて見てみようああ君やってないねなんてことはほとんど起きないですうん、うん、でこれ私いつも思うんですけど民事事件で考えていただければみんなそんなことする人ほとんどいないと思うんです <laughs> つまり、いきなり相手方の代理人に。 首根っ猫捕まれて、よくわかんない小部屋に連れてこられて、で、相手方本人と相手方代理人と囲まれてですね、お前この時あの時どうしてたんだ何してたんだこの契約書に書いた時は高校なんじゃないかって全部詰められた時に、そんな3対1なり4対1の一方的な立場で、あ、専門家にも相談せずに、自分の言いたいことをわーって言ったら全部そのまま相手に使われちゃうに決まってるわけですよね。うん、そういう時は普通、いや、じゃあ自分も味方の弁護士連れてくるよっていうのが普通なわけで、うん、その感覚がやっぱりなぜか刑事になると急になくなってしまうっていうのが、 ちょっとととおかかしなことかなこいいうふうふに思います、ねうんまあ、江戸時代のお知らせ主義が残ってるんですかねちょっとだけ補足すると大河原さん、うん、ずっと江口さんのようにいろいろ言葉を浴びるのを聞かないためにずっと手突っ伏してたってご本人はおっしゃってました。んか供述をしていてそこの矛盾を追求するっていうのは分かりますけどそもそも黙秘します「私は喋りません」って言ってる人に「喋れ」というだけを詰め続けるってどういう意味があるんですか まあ、まず喋らせたいんですよね。<laughs> まず喋らせて、喋り始めたら。あの、自分に有利なことを引き出すためのところに移行するんでしょうね。うだから、まず喋らすためには、喋りたい気持ちにさせる。喋、うん、りたい気持ちにさせるためには、人格非難などをして。言い返したい気持ちにさせるっていうことなんじゃないですかね。エフさんよく耐えましたよね。この長い時間。やっぱり職業柄。もう逮捕されたら、起訴だ。起訴になったら、無罪を主張するためには、公判で全て言うほかない。逆に、今。 今捜査段階で話しても,もう検察は聞く身を持たない、うん、いいととうこが分かっていました、うん、ただ私の場合は職業柄をそれを知っていただけで、うん、それを知らない普通の人だったら話せば分かってくれるんじゃないかと思って話してしまう、うん、弁護士からアドバイスを受けない間はそう話してしまうだろうなと思いますただ私もう弁護士なんですけど、はい、職業柄っておっしゃるけど私だったら。 ちょっと耐えられないんじゃないかというぐらい本当に過酷だなと見てても思いましたし取り調べだけじゃないわけですよねその過酷な状況というか環境というのはもうトータルでものすごく過酷なので、うん、いやもう本当に強靭な精神力といいますかもうすごいことだなと正直いつも見てて思います、ねうんうん、これちちょょっっとと想像ししててもらいたいたののは皆さんん分ちょっとの動画掲載してるんですけどね。うん、これ 二十二日間受けたんですよね。そうですよ。その毎朝起きて、うん、あ、今日もあの取り調べが。いう、で、夜寝る時にまた明日もあの取り調べが。うん、それが二十二日間続いたっていうので。想像してみてみたいです。うん、いただけですね。うん、しかも、小部屋に一人個室で。うんでね、スマホも何もかも取り上げられて。外から情報もすべて遮断されて。うん、孤立していくわけですよね。で、江口さんがね、こう、書いてくださってる。その、お部屋の絵なんですけどね、うん 辛いよあとはもううんまあ状況環境自体が非常に、まあ辛いものがありましたね。スマホなしというのは結構今の時代つらいこう。気分転換気を紛らすとか、うん、新しい別の情報を入れるということで私たちは気分転換をできてるんですよね。うん、あるいは外にに散歩に行く、うん あるいは他の人と会ってこう話して気を紛らすということで私は気分転換できてる、はい、こう嫌なことがあってもそれを忘れられる、あのー、それらが全てできないという状況に置かれますこの散歩檻りの中を歩くだけって多分イメージが皆さんつきにくいと思うんですけど散歩って言えるんですかねこれ,これは運動というか散歩というかこうだべっててもいいんですよねほかの人と一緒に檻りの中に入れられる時は。 ぐらいのこうスペースで横と上すべてこう檻がついているんです、うん、鉄格子してでこう監修が外にいって監修に見られながらこううろうろ動くという、うん、だからイメージする散歩とは全然違いますよね <laughs> そうねそう体操とかもできないんですか自主的に自主的に体操を部屋の中でしているとそれは運動の時間にやれと言われてこう注意をされてそれでも従わないと懲罰というものを受けてしまいます ただその運動の時間というのは週に2回あるいは3回しかない。うん。腕立て伏せするとか、それも。こともできない。注意されてしまうんです、えー、さらに決められたこう寝ていいっていう時間はあるんですけど、それ以外の時間に横たわっているとそれも注意されて、従わずにいると懲罰を受けるということになるんす。でも刑務所じゃないですよね。そう。被疑者、被告人、つまり起訴すらされてなくて無罪。うん の人として扱われなきゃいけないはずのじょ<う>段階からそういう扱いを受けるんです。でも扱い自体も多分普通に世の中で働いていらした人たちにとってはこれ自体がもう大変だと思いますけども、何がここに上がってる六個の中で一番つらいですか？じわじわと心を蝕んでくるのは名前を奪われるということでした。江口さん。 あるいは江口とすら名前で呼び捨てにされることすらなくて何番、うん、私の場合3,406番だったんですけど、うん、3,406番「食事」とか3,406番「面会」うん「接見」とか3,406番「手紙が来たよ」うん、ただその手紙っていうのも弁護士からだけなんですけど、うん、そういうふうにこう番号で呼ばれると日に日にこう自分という人間がですね、うん、尊厳を持ったあるいは個人として扱われ いる人だという感覚が奪われていって何番、うん、の被告人何番、うん、のこう被収容者という存在になっていくようにだ、うんだんとこう自分でも感じられてきてきしままいう万事、うんうんうん、が屈辱的って書いてらっしゃいましたけど、まあ、要するに人間としての尊厳を剥ぎ落とされるような環境の中に放り込まれてそこにあの調べがあると。 ここういういとですよね、はい、屈辱的な処遇を受け、うん、さらに取り調べでも不安をあられ尊厳を傷つけられるうんそうどんな精神状態になるのかというのもメモを頂い,いてますが、うん、やっぱり病気にになりますよね確かにそしてここから脱却するために自白すれば早く保釈が許可されるんじゃないかと思っちゃうわけですよね。 うん。やっぱり。出られるんですか。自白をすれば。れれば残念ながら、今は、その否認している、あるいは目秘している。被告人の保釈の許可の方が断然遅いです。うん、それが、あの。自白したいという気持ちに。自社被告人をさせてしまうと。いう要因になってしまっていると思います。うんうん でもそういうふうになってるっていうことは結局この憲法上の保障は保障になってないってことですよね。そうですね黙秘することを不利益に扱ってはいけないはずなのに、うん、黙秘してると今の江口さんが説明した過酷な環境に長く置かれるということになるわけですからそれは黙秘権は尊重されていないいなそういう刑事手続きですよね、うん、しかも。長くとというののさらにその いつ終わるかわからないっていうのがやっぱり大きいな。例えば、どんなに、まあ、それ長くて辛いんですけども、3ヶ月後には絶対終わるよって言われたら、なんとかこう、指折り数えられると思うんですけど、でも、それがいつかもわからないってなると、終わらせるためには自白しかないと思う気持ちになるよなと思いますよね。うん、よくほら、えー、っと、逮捕されて、えー、逮捕されて23日間。うん そう操作から起訴までの間は拘束されるけどここ頑張れば外へ出られるってこういうふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれませんこれはどうですかそんなことないんですかいやいると思います、うん、やっぱりその後起訴されて次いつ出れますかっていう問いに対して明確なその時期を答えられないという時は一番辛いです 答えられないですか要するに保釈っていうのは、いつ許可されるかわからないじゃないですか、うん、今の話があったみたいなそうなんです。あ皆さん、一番初めの話に戻りますけれども、身柄を拘束しているのは、形の上では警察だったり警察だったり見えますけれども、ここには全部裁判官の判断が入っています。で、起訴された後は、この裁判をやっている間、えー、この人を拘束しておかなければいけないのかどうかは、裁判所が、まあ、 あ大臣っていうか裁判所だけが決めるっていうことになるんですけれどもで,で起訴されたらようやくお金で外に出るっていうあの保釈の制度というのが利用できてこれあの誤解されてる方もいらっしゃるんですけれどもあのよく詐欺にありますよねほれほれ詐欺で <laughs> あの警察に捕まってしまって保釈金がいるっていう500万円持ってこいみたいな話あるんですけどありえませんねで、えー、ただ起訴されると保釈の制度は利用できる。 そうすると多くの方はじゃあお金だけ詰めれば出てこれるのかと思ってらっしゃるかもしれませんこれもやっぱりその差別的取り扱いになるんですかえと保釈を許可しないことができる自由の一つとして、うん、裁判所が保釈を許可しないことができる自由の一つとしてですね、うん、その財状を隠滅すると疑うに足りる相当な理由つまり証拠隠しとかをするという疑いがある場合っていうのが挙げられてるんですね。うん、この 運用が非常に問題で、うん、もう起訴して捜査を遂げたわけですから、ね、今更何ももうやりようないでしょっていう時でも、いや、何か口を合わせするんじゃないかとかっていうことを抽象的に疑われて、なかなか否認している、あるいは捜査段階で目秘権を行使した方については保釈は許可されません。うん、江口さん、おそらく過酷だったんじゃないかなと思うのは、何度か保釈請求して、うん、で何度目かの時に一回許可されたんですね。うん、ところが、それに対して検察官は不服申し立て取り消されたんですね。 上でってで、この交際で、それは江口さんどうだったかっていう感じですね。うん、やっぱりこう、ダメージでした。前の晩に、こう。看守、うん、の人から。紙を渡された。うん、そこには、こう保釈許可決定。というのが出て。うん、あ、これはついに出られるかと思ったら、すぐですね。うん、保釈の執行停止の紙というものを渡されまして。うんうん、不服申し立てがされたんだと、うん、いうことに気づいて。 で次の日の翌日になって、うん、結局さっきの保釈は取り消しますという通知が届いて、うん、その時は明るく見え始めた世界がまた暗くなるというのを本当に実感してしまったんです、ねうんうん、それ逮捕されて何日目ぐらいです二220日ぐらい七ヶ月が経ってようやく出られるのかと思っていた時でした世界が明るくなって、うん、さあ出るぞという準備をしていたところに 取り消されましたと。うん、この時のショックもなかなかなものがありました、うんうん。そうでしょうね、本当に、ね。なんで取り消されたんですかちなみに。理由としては、それはやはり在所隠滅の恐れっていうところについての判断が最初許可した裁判官と次の裁判官で別れたということですね。うん、ただその後裁判やりましたけどね実際。で遡ってじゃああの時何ができたっていうのっていうふうに言いたいですけどね。うん、いや。 そう、で、さ、裁判官がいけないんですか、結局。そうですよ、その保釈を許可してないの、は裁判官です。<laughs> そ、それって、やっぱ、取り調べが必要だから、つまり、黙秘権を行使してるからっていうふうに言われるんですか。保釈が出ない理由としては、裁判官からは。えっと、裁判官から保釈を許可する、却下するときに、あの、あまり、理由って明示されないんですね。で、検察官が意見書を出してくるんです。で、検察官の意見書には、目的をしていて、そして。 こんな可能性も、こんな可能性もあるっていうことを、まあ、検察官が想像力豊かにですね、膨らませて反対に意見を書いてくるわけです。で、裁判所がそれでどう判断するかってこういうふうになる。あくまで裁判所裁判官の判断ですから、うん。保釈が長引いてるのは,は裁判官の責任です。でも、理屈から言うとね、江口さんのケースで言うと、黙秘しているわけですから、供述は全然取れてない。だけども、他の証拠で起訴できるってことになって、 えー、十分有罪の自信があるから、検察は起訴したわけですよね。えー、そうだとしたら、今更裁判になった、なって。そんなぐらつくような。証拠構造だって、だったら、そもそも起訴はおかしいですよね。ということだと思います。うん、なので、起訴されてもう十分な証拠収集を強制力してしたわけですから。うん、もう在所隠滅の。 具体的な現実的な可能性なんてないはずなんです。だから保釈っていうのはもっと許されなければいけないし。うん、で、これが許さないのは遡ってですよ。うん、捜査段階で。このまま重くしたらいつ保釈起訴された後に保釈されるかわからないなっていうふうになっちゃうんです。うん、それだから、目撃権と両立しない刑事手続きの一員をなしてると思います。上、うんね、田さん、これいろんな、まあ、コールフォーのケースもそうですけどもこう。まあ、周りで見ていると、やっぱり潜在的に、こういうことの恐れのために。 虚偽の自白とかね、まあ、適当に迎合しておこうかっていう人は多いんですかね世の中。あのもう案数ととしてはものすすごく多いいいんじゃなか思まあの有名な例ですけれども、うん、あのえっとなんて言うんでしょうねあの名前をちょっと忘れちゃったんですけど <laughs> あのシステムプログラミングを組んでその成りすましをしてこう。 あの、いたずらをするっていう事件あったじゃないですか。覚えてませんかもう10年ぐらい前だと思うんですけども。で、真犯人以外に3人が最初逮捕されて、うん、3人中2人はもう自白してたっていう事件があったんですよ。で、その事件全部終わってから、 本当、まだその事件が続くもんだから、その嫌がらせみたいな、うん、いたずらみたいなものが続くもんだから、さらに捜査をして、ようやく真犯人が捕まった。で、その真犯人も最初は否認してて、うん、違うんだ違うんだって言ってて、で、保釈で出たら、後でその証拠隠しを実際にしてて捕まったみたいな事件が昔あったんですけども、うん、それでそました最終的に有罪になったんですけど、結局その事件って残りのその前に捕まってた人たちで三3人とも、のち2人自白してたんですよね。うん、でもそれはもう辛すぎるから、もう自白をして罰金払った方がいいみたいな形で終わっちゃってた事件ってたくさんあります。 し、実はあの痴漢、最初の話した痴漢なんかでも、かなりの数で、そういう事件っていうのはあるんじゃないかなと。ねうん、やっぱり、お金を払って、すぐに示談すれば、即の日に出れると、そうすれば、もう家族にも会社にも知られないぞって言われて。耐えられる人って、やっぱり少ないんじゃないかなと思いますよ、ね。そうですよね。まあ、まあ、どうですかね、皆さん自身、皆さんの周りでも。実は、怪しげな話はあるんじゃないかなと、で、これ怪しげで終わらせちゃいけなくて。 やっぱりこうなんていうかなこう憲法で保障されてのこう個人の尊厳をどれだけみんながね豊かに守りながら一生を暮らせるかっていうのがやっぱり国の根本だと思うんですよ。でこんなことが分かり通っていたら本当にいつ自分の,その人格なり人生なり崩壊するか分からないとこういうことになると思うんですけども江口さんこれ は事件としては、不本意な形で、まあ、終わってしまったわけですけれども。今、もう、やっぱり、あの、取り調べ。っていうものについては、何か、こう、後遺症的なものは残ってるんですか。ふと、こう、匂い。うん、取り調べ室の匂いを思い出すことはあります。うん、それから、取り調べ室の。で、聞こえてくる、あの、周囲の音。を、思い出すことっていうのは、こう、フラッシュバックのように、突発的に。 戻ってくる、感覚が蘇ってくることがあります。うそういう時はやっぱりこう何かしてても。ふとこう、動きが止まってしまって、しばらく。待ってないと、収まらないです。宮村さんはこう、他の事件もいろいろなさっていると思いますけれども。こういう目秘権についての扱いっていうのは。本来はどうあるべきだと。本来は、なので、黙秘したら、取り調べが終わるべきなんですね。うん、で、まあ、実は今回の。 この江口さんの件というのは、うん、私にとってもすごく大きな反省を、あの、のになってまして、うん、まあ結局、当時の私は、取り調べで口を開かないように彼を励ますということに注力したわけです。うん、ただ、それは全然間違ってたなと思ってまして、うん、どう彼を取り調べ室に行かせないで済むようにするかっていうふうにすべきだったと。 うん、結局、まあ、黙秘あの口を閉じるということは彼はできたから刑事、うんまあ、手続きの上では彼は成功したわけです、うん、あの変な供述を与えなかったわけです、うん、ただまあ当時の私は弁護人をしていて彼にこの精神的拷問から逃れるということをあのそういう道を開くことができなかったわけですから、うん、まあこれを機にそのどう取り調べ官の追及に耐えるかじゃなくてどう自分の依頼者をこの精神的拷問に合わせないようにするかと。 うん、いうことを考えなければいけないというふうに思ってます。うん、弁護人は外にいるからなかなかできることも限られますよね。できることは限られていると思います。うん、だから最終的にはこのまあちょっと今日はメインテーマじゃないので、うん、あの触れましませんがこの刑事訴訟法に基づいて、うん、その身体拘束された方が取り調べを受けることが強制されるっていうそういう法律なのかどうかっていうところについてきちっとした議論が必要だし、うんうん、まあ必要があるならばそのことを明確にするための。 法改正も必要なんだと思う、うんうん、なるほどね池田さんどうですかねこの事件通じて教訓としているものってあのまずその目視権というものが実効的になるべきだという、うん、今宮村さんの話は非常に大事なことですし、うん、これはこの江口さんの今やっている国賠訴訟で、うんえー、来週再来週に行われる出される判決で一つまず 裁判官の応答というのが見られるのかなと思います。で、それはまず一つとても大事なことだと思います。で、やはりただ今日、江口さんから聞いていて思ったのが、その、取り調べ室での出来事というのは、うん、ある意味その、過酷な、こう、刑事被疑者被告人が置かれている環境、生活の中の、ある意味一部なんだなと。うん、その全体で、 この精神的拷問を受けてるんだなというのが改めてよく分かりまして、その取り調べ、黙秘権というものもまず当然非常に大事、ここがまずも,もちろん根幹ではあると思うんですけど、その取り巻く全体もしっかりと議論されるべき、うん、もっと言うと見直されるべきことなんだなというのを改めて感じましたね。なるほど。江口さんはどうですかこう特殊な立場で実体験というところに基づいて、この人質志望というのを考えると。お 被疑,者は被疑者被告人はいくつかのこう要因でこう精神を蝕まれているということが実感できました図をもとにお話ししますとまず被疑者のこう心で一番不安なのがいいつ保釈されるかかわらない長引くだろうししかもそれこの身軽拘束がいつ終わるかわからないというその不安これがこの今の裁判官の裁判実務によって作られています、うん。 で次にその不安を取り調べで煽られる、うん、さらに取り調べではこう否認や目標をしていると人格攻撃を受けたりあの社会人としての能力を否定されたり、うん、あるいは家族のもとに戻れなくていいのかと不安をあられたりする、うん、そういう取り調べが行われてさらにその取り調べ室から出て独房あるいは房に戻っても名前を奪われて、うん、番号での呼び方を 強制されたり、あるいはその他のもろもろのことによって屈辱的な処遇を受けて、うん、外にいる時とはまるで違う。うん、まるでこう。すでに犯罪者になった。うん、あの確定した犯罪者になったかのような扱いを受ける。ことで精神を蝕まれていく。うん、さらに。留置場や拘置所の密閉された。閉鎖的な環境で気分転換もできない。スマホもパソコンも、うん、ある。いは奪われて人から人と話すこともできない。 それによって気分転換もできないことで不安は自分の中でどんどん増幅していく。うん、これらのこう裁判実務と、それから不安をある取り調べや処遇、うん、それから収容される場所の閉鎖的な環境、これらが相まって被疑者の精神を蝕んでいくということが実感できました。うん、ただやっぱり一番の問題は争ったり目撃をしているといつまでも外に出られない。うん いつ出られるかすらわからないというその不安、うん、これが一番大きいということもまた思いました、うんうん、そう一番大きい不安から言うと争ってたり、えー、黙秘していたりしてもちゃんと外に出られるような判断を裁判所がすれば良いわけですよねやっぱり保釈の運用の改善というのはう絶対必須だと思いますね、うんうん、で、もう今の条文のものなら運用改善しないというなら、うん、まあ刑事訴訟法の改正が必要でしょうね、うんうん なるほどまあ今日はちょっと、まあ、こんなことを言うとと,とても心苦しいですけども不本意ながら当事者としてこの人質司法の実態の中に放り込まれたっていう江口さんにもわざわざお話しいただけたっていうことで皆さんにもその実感がいいいてきたんじゃないかと思いますな形の上でそのやってないならやってないっつったらいいじゃないかと。 頑張って何も喋らないっていうのは結局やってるってことなんだろうみたいに思ってらっしゃった方もいらっしゃるかもしれませんが。そんなことではありません。あのぜひ今のこの人質司法というものの改善のために皆さんの関心が高まることを期待しています。で、えー、今日は。第一回ということで、えー、このテーマを取り上げましたが。えー、次回以降コールフォーがあの時代の先端を言って扱っている。 多数のテーマについて、やはり当事者の方、それから弁護団の方にもいらしていただいて、お話を続けたいと思いますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。で、最後にコールフォーの方からお願いとかお知らせとかありましたらどうぞ、はい。はい、じゃあいくつか短くお知らせをさせてください。はい、まずはこの江口さんたちが戦っている日本の目標権を問う訴訟、コールフォー掲載中のケースですけれども、7月18日の木曜日11時から、 東京地裁の421号法廷で判決が言い渡されます。でこの,あの取り調べが違法なのか、まあ、目期権にあの反するのかとか、他にもいくつかの論点があるんですが、その判決があの地裁から出るので、ぜひ皆さんご注目いただきたいですし、あのお時間あの、会う方はぜひ傍聴にお越しいっていただければというふうに思います。あの夜には判決報告会もあると聞いてますので、えーと、チェックしてみてください。えー、あとはですね、 えー、コール4のページ、あのこのケースの,あの裁判費用のクラウドファンディングもしております。あの弁護団の方の,あの実務の,、ね、あの経費だったりとか、あのもろもろを支えていくために、あの今あの、ちょうど、ね、目標の100万円は達成されてますけど、まあ、今後、ね、もしこの後も戦い続けていくとなれば、またさらに費用がかかると思いますので、皆さんのご支援をよろしくお願いします。 で、今、ここにあります通り、あの、コールフォーは、クラウドファンディングで、あの、寄付ができたりえ、メディアイベント運営、今日もね、コラボレーションしてさせていただいたりとか、あと、あの、この目標権の訴訟のインタビュー記事なんかも、あの、掲載していますし、あと、訴訟資料もね、訴状から、あの、準備書面から、あの、判決が出れば、その後、判決文も、あの、コールフォー上にアップロードしますので、そちらも、あの、ご注目いただければと思います。 支援活動を知るっていうところでいくと、えっと、まずはコールフォードと j p で検索して、あの、ぜひウェブサイトを見ていただければと思います。あの、この訴訟の他にもいろいろ掲載しているので、興味関心のあるケース、ぜひ、あの、チェックいただければと思いますし、SNS もやっております。 あとは、えっ、ー、と、コールフォーはですね、このプラットフォームの運営を、あの、ケースを掲載している主催者の方から手数料をもらっておらず、皆さんの市民の寄付によって成り立っている、あの、仕組みです。なので、あの、マンスリーサポーターという形でコールフォーのプラットフォーム運営を支えてくださる方を常に、あの、募集しておりまして、こちらも、あの、もし、 応援してもいいぞという方はあのご検討いただければと思います。あのウェブサイト上からコールフォースあのに寄付するというボタンからえっ、ー、とサポーターになっていただけます。あの今後もデモクラシータイムズさんと一緒にコラボレーション企画をはいあの続けていきたいと思いますのであのぜひこれからもご注目いただければと思います。 ということでいかがだったでしょうかあ次回ぜひまたご視聴いただきたいと思います。今日は本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。